大竹紳士公有録月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんと一緒にお送りしますよろしくお願いしますあの文化放送の駐車場側の裏にセブンイレブンってございませんああありますそこさっき行ってきたんですけどもそのセブンイレブンの前の道路に封筒が落ちてましてねはいなんだろうと思ってちょっと汚れた封筒がパコッと開けてみたんですよお金入ってましてあら 二万二千入ってた。あら大変。だからさっき届けてきました。あそうですか。後に。 ぜひ、お、心当たりのある方。そう、ね、おこ、心当たりのある方は、ええ、二万二千っていう。何、二、二万二千だけ、何も。住所の分かる。何もない。あ、そうそれが。何かお土産セブンイレブンで買ってこなかった。あ、あの、茨城からせんべいを買ってきます。その金を使って。いやいや一切あれなんですけど。なんか、なかなか見ないもんですからね、今。ほら、キャッシュレスの時代だから。そうだね。お金をこう、は 封筒がポコンと落ちてるってなかなか体験がないんですけねこちらにもくだらない情報が入ってて古谷さんずっとノーパンだって噂そうですえ、通気を良くするためにですねあの私は本当に若い時から高校ぐらいから全然直に履くんですよ今もそうですえ、今もそうですかよくねあの外国の映画とかねあいん パンツはかずにジーパンでパっていうのいやそれですそれですそれでかそうですか全然大丈夫ですあの割とこう発汗体質なのでむしろ寒い方がいいですねだからまあいろんなことがありますけどでも私みたいな七十四ぐらいになったら気をつけてくださいわかりましたいろいろあってやっぱパンツ履いてた方がいいなっていろいろなんでなちょっと思う今日この頃でしたこれ今からなしはちょっときついな すごいですね。こんな情報も入っております。さて今日は今日はあの明日が終戦の日でございます。まああのはっきり言いますとまあ敗戦の日でございますけれどもまあ呼び方はともかくそれをまあ全然にしてあの知られざる日本の終戦工作というお話をさせていただきたいと思うんですね。でこれはあの当然あのポツダム宣言を自宅決定したのがああ1945年の今日でありましたけれどもまあ実際国民向けにこうまああの昭和天皇の言う 有名な玉放送というもののが、はいえー、出たのはまあ,15日まあこれはもう皆さん知るところでございますけれども実はその前から日本はあ全然この終戦とか敗戦に対するその備えというかね、うん、どういうふうにこの、えー、終戦敗戦に向かっていくところの,そのどうにかしてこういい条件とかで、うん、えこうはできないかあるいはその前に何とかして戦争を終わらせない,、うん、ないといけないのかということを全く考えてなかったのかっていうと、うん、実はかなりやっていたという、うん、ような。 話をしたいですね。うん、まあ、確かに、あの、八月十五日で、まあ、こういう話をすると。 漁港放送のレコード版をダッシュしたりんだりっていう事件がね当時ありましたんでそれはもう日本の一番長い日っていう岡本喜八監督のね映画『モノクロ』ですけど危機迫る演技で大変名作でありましてだから後に原田雅人監督がリメイクしてカラーでやってましたけれども両方見てもいいですけれどもやっぱり当時はまだ戦争を覚えていらっしゃる方が役所をやってましたんでねあの時の陸海軍と天皇陛下の昭和天皇のこのせめぎ合いっていうかねそれはすごいものがある。 でさて日本の終戦工作ってのはどうなのか。え突然ポツダム宣言を自覚したわけじゃなくて、日本もそれなりに準備していたんです。で日本はじゃあの戦争にもう厳しいな負けるなっていうふうに、いわゆるその軍部の方ですね。これは大本営でございますけれども、そっちが自覚したのはいつかということなんですね。それは1944年のサイパン陥落7月8月そのあたりでもう自覚をして、でいよいよまあどうなるかわからないけれど。 もどういう形で、うんえー、もうあっても戦争を終わらせないといけないっていう内部の動きは、うん、軍部だけじゃなくて政府の方にもございました、うん、でこれはどういうことかって言いますと当時はあのスイスとスウェーデンが中立国ですから、うん、それを通じてアメリカイギリスとこうつないでほしいというような外交チャンネル、うん、スイスにもスウェーデンにも駐日大使がいますからね、うんうん、そういう話もあったんですけれども。うん えそ,れとその話は今1944年44年で終わったのは1945年ですから1年。 にはもうそういう終戦を意識した動きがあるんです1年前ぐらいそうですおっしゃる通りですただそれにだって今考えるとですよこの今でもスイスって中立国ですからねなんとかこう連合国と中を取り持ってほしいと言ったら応じるでしょうというふうに今思うじゃないですかこれに大反対した勢力がありましてこれは日本の陸軍でございます日本の陸軍というのは まだ戦えるとその時あかなり先行きは厳しいけれどもなんとか戦えるじゃあその戦えるって何の話をしてるんだっていうと本土決戦これをやったら本土決戦で仮に米軍が上陸してきたらそこで一撃を与えて一回はひっくり返すそれをでもって講和っていうか終戦に向かう。 うんであればまあわかるけれども本土決戦もやってないのにスイススウェーデンと仲介してどうすんだということでこの案はポシャったわけですね陸軍のわがままえその後どんどん状況が悪くなってきますでしょうで1945年になりますね4月1日には沖縄のカデナに米軍が上陸して熾烈な戦いが6月の23日まで続くとそのぐらいになってくるともう終戦まであと2、3ヶ月ということでございますのでえ実は45年の に入るかまあ、沖縄の上陸前後ぐらいにはですね。うん、まあ今度別の案が出てくるんです。うん、ス,イス,スウェーデン別の案。うん、それはソ連。うん ソ連の仲介して有利な状況で講和を結ぼうという動きがこれは軍の方でも政府の方でも出てきます。でんでソ連かっていうと当時は当然ですけれどもそれは中立国ですから日ソ中立条約を結んでおりますんでこれが有効期限が1946年までですからですからまあ46年になったらわからないけれども45年中はなんとか安泰だと。ということで。 政府もも軍部ですねモスクワに中訴大使佐藤直武という人がいましてそこに電報を送ってですなんとかこう当時はモロトフっていうのがソ連の外務大臣でもちろん首相はスターリンですけれどもなんとかソ連は今仲介してくれるんじゃないかということでしかもそれが交渉を極秘裏にこの沖縄上陸前後ぐらいに始め その始めた人はじゃあ日本では誰か日本にも中日ソ連大使がいますこの人はヤコブ・マリクという人で長らくソ連でも戦後活躍する政治家なんですがその時は日ソ連大使だったんですね戦争がこう東京大空襲沖縄占領というのがあっていよいよやばいということになってきたらその当時ちょうど4月5月ぐらい45年の中日ソ連大使っていうのは東京じゃなくてですね 今の箱根にあったんですねそれは何でかっていうとソ連は中立国だけれども巻き添え食らって空襲で焼かれちゃうかもしれないだから箱根に疎開してたんですそこに広田光ね元総理大臣が日ソの仲介ソ連を通じた仲介っていうのを仲裁しに箱根に行って国秘会談をするという文章が戦後出てくるんですね。陸軍ととしてはソ連だったらか つまり、それを返した終戦であれば、何とかメンツが立つとこういうことを言うわけですね。それもめちゃくちゃなんですけど、そうするとですね。 えそのお広田耕輝と、うんえー、マリクっていうソ連の、うんえー、大使はどういう話をするかっていうとそれも記録が残っておりまして広田耕輝とはもともとソ連の駐在経験があったんで、うん、ソ連のロシアの人にこう、うん、明るいっていう意味で選ばれたんですねそうすると、はいえー、広田耕輝は何を言ったかっていうとですねあの当時まだ占領中だった日本の領土だった南カラフトについての権益はもし仲介して日本が平和利に終戦できるのであればソ連に をを立てるるとというこで考えそれからその周辺対馬樺太についての周辺の漁業権ってあるんですねお魚取る権利それも譲渡するそれから多少のことは色をつけるとこれで何とかやってくれないかということをまあ頼みに行くわけです終戦の3ヶ月前くらいにですね。そうすると っていうその箱根に避難しているそのソ連の大使はですね。まあ、広田さんとこう話すわけです。戦後もマリクって日本語ができるんですね。はい、日本語で戦後 N. H. K. に、うん、出たりするんですけれども、うん、その広田会談っていうのをこう、うん、ノートにつけてるんです。うん、そうすると、まあ、何食わぬなんとなく、まあ、わかりましたみたいな。うん、なんとか本国に通達して、仲介できるようにいたしますっていうことを、うん、まあ、のらりくらりというんですね。うんうん、えー、ところが、えー、それに日本軍はどう思う。 政府はどう思うかというとヒィルタが変ってきますよね、そしたらこういう話でなんとなくやってくれそうな雰囲気もないわけじゃないみたいなことを言ったら、どん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 ですねソ連に対して幻想を抱いていくんですよ、ソ連は日本を助けてくるに違いない、ソ連は、ヨシンはまだ中立だから、ドイツは敵だけれど日本は敵じゃないだろうと、でも敵だと思うんですけどね、同じ数字だから、その辺の不都合なところは全部無視して、ソ連から石油とか買えないだろうかみたいなことを言うわけですよ。 変えるわけないじゃないですか、うん、ほとんど敵国なんだから、ね、中立なんだから。はい、っていうことをどん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 その、えー、広田さんにも期待して、うん、それからモスクワにいる佐藤直岳っていうその中曽日本大使にも無理筋なことを言ってくるわけです。はいえー、ところがですね 当たり前ですけど1945年8月9日には対日参戦、ソ連はするわけですね、日ソ中立条約を侵犯して。ということは当たり前ですけれども、マリックの側もスターリンも実はこれは最初から相手なんかしてないんですよ、当たり前で、のらりくらりとなんとなくどっちつかずの返事をしてなんとなく期待を持たせるような感じもすると。ででもスターリンのの腹中は日本 との戦争というのはもうヤルタ会談の遥か前から決まっていた、うん、だからちあの仲介しても全く意味がないことなんです、うん、ですからそういうその上んな方法を取らずに戦争をやめるっていう方向で努力はしないんですソ連、うん、だったらいいんだと、うんうんうん っていうこれ陸軍のエゴですね、うん、海軍は壊滅してますからもうどうしようもないですけれども、うんうん、えそれで実はその対日ソ連が対日参戦をするときにえまあ要するにそのソ連の軍隊はドイツが降伏してますでしょ、うん、5月には降伏してるから、うん、えドイツと戦った部隊をですねシベリア鉄道で東の方にこう輸送していくわけですね、うんうん、満州を攻めますでしょ、はい、カラフトも攻める千、はい、島にも上陸するだから物資の移動をしないといけない、うんはい、でそれをまあ日本軍もバカじゃありませんので航空偵察 うん、それから陸上で見る双眼鏡で見る感じ、うん、あとソ連側にも日本のスパイがいますから、はい、駅の中でどういう動きがあるこれいろんな物資とか戦車が運ばれてるんだと、うん、これ大変だということで、うん、散々日本日本の政府、うん、軍部に対して今、日本とソ連は仲介の交渉をやってるけれども、うん、そんなことは無意味で、うん、それ以前にソ連は日本との戦争を準備してるぞという電報をずっと送ってたんです、うんはい、実は。 ところが、はい、があのその満州にいる部隊、うん、それから軍の一部、うん、それからソ連にいる日本の諜報員というのが中央に起こってたわけですよ。うん、だからそんなことしても無駄だと。うん、というそれはあ佐藤大使も言うわけです。莫斯科に直にあったら全然相手にしてくんないし、うん、ずっと NKVD という後の字の GB のスパイが日本の大使館の周り全部監視してるとほとんど敵国はずがいたとでも日本の東京は全然それのことを知りませんし否認すればなんとやらでソ連だったらなんとかしてくれるととやっていきなり8月9日にソ連対日参戦宣戦布告と。もちろろんソ連がが悪いいとと思ます私はこ そういった事前の警告があるにもかかわらずですね極めて事態を楽観視して彼らを頼,頼って終戦に持っていこうっていうものが一方であったことは事実なんですよね。ですからポスダム宣言というのはあの究極的にその瞬間で自宅したわけではなくその前からずっとソ連頼みの終戦工作っていうのをずっとしてましてですから私は何が言いたいかっていうとですねこうやってまあ後から歴史を考えるとこういった悲劇がございますけれども実は広島長崎の原爆8月6日 6日9日の広島・長崎原爆っていうのは終戦の決定打になったっていうことはまあもちろん間違いではありませんけれども一番日本 日本本ののの政府と大営が衝撃を受けたはソ連参戦なんですですから日本の降伏の決定打は原爆っていうのはその放射戦争要害っていうのは分かりませんから当時はそれよりもソ連参戦がもうこれはだめだと言って8月14日の午前会議に直結していくんですね5日しかありませんから参戦からなんでかっていうとそれはソ連と仲介を頼んでたんですですからそれに全く裏切られちゃったっていうことが大変なショックだったとまあそういう話なんです けれどもですからまあそういったところでですねあのただ単に漠然と受諾したんではなくて日本の軍部も大本営も、うん、え政府もですね、うん、一応、終戦工作ってことをしてるんですよ。うん、一応でもはい ソ連はドイツとやってて、はい、そうですよドイツ日本イタリアは同盟国じゃないですそうですよそれでソ連はドイツに勝つわけじゃないですかそこに仲介を頼みに行くっていうのも、ええええ、だからもう 本当に認知というかね、ひすればなんとやらでも、めちゃくちゃになって、そこがだって助けてくれるわけがないじゃないですか、ドイツの味方なんだから、敵なんですから、でもそれをもうやっぱりお尻に火がついちゃって、そういう時こそ冷静な判断でね、やっぱり悲観的にならないといけないじゃないですか、だって助けてくれなかった時どうなるんだってことを考えてないわけですよ、だから本当に無責任極まりない終戦工作なんです、これは。ででもそそののここととはあんんまりポツム宣言言か時期にわれれないすけどねだって が攻めてくるっていう情報が入っていたにもかかわらず何にもしてない、うん、だからあの満州の残留孤児の方の問題っていうことが起こるわけですよね、うん、カラフトの悲劇真岡の悲劇ってことが起こるわけで北方領土の悲劇だってそうかもしれない、はい、北方領土もねえ後、ー、からそれが消えて、えー、もうあのー 島民たちがみんな船でこっちに逃げてくるって写真が根室方面に根室のベブンの突端の岬にちゃんと飾ってありますもんねですからこう終戦工作はしたっていう努力は事実なんですがそれがいかにザルでねいかにこの事態をあの後に及んでも楽観して敵に頼ってなんとか我々のメンツが保つんじゃないか軍隊に残るんじゃないかみたいなことを考えていたと大変お粗末な本当にこういうことは二度と繰り返していただきたくないという うようなお話でありましたよくわかりました、うんはい、以上大竹紳士交流録古谷恒平さんでしたあす明日火曜日は中島武さんがいらっしゃいます